どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10眠れる勇者と導きの盟友、初見実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、前回のね動画投稿から約2週間くらいが経ったのかな。ちょっとねゼルダが面白くてずっとゼルダやってたんですよ。で、全くドラクエの動画撮れてなかったんで、ちょっとねそろそろ出したいなというか、ドラクエ進めていきたいなと思ったんで、今回動画撮っていきたいと思います。さあ、前回ですね、セレドの町でしたっけ。そうだね、セレドの町をクリアすることができました。そしてまあ残る最後の町でございますね。もう一つはこれか、アラハギーロ王国に向かっていきたいと思います。さあ、では行きましょう。今回はね、夜撮影してるということで、撮影のお供は梅酒を飲んでおります。チェイサーで水もあるけどねさあ、ほろ酔いになりながら楽しくドラゴンクエストやっていきましょう。ほんとね、最近ずっとねゼルダやってたんだよね。今結構暑い場面だからさ、ちょっと裏作業手が離せないというか。あ、そっか、ここ初めて来るんだったね。よし、じゃあ町探索しながら情報を入れていきましょう。リラーったら怪談話が好きみたいで、いろんな人に聞かせては驚かせて楽しんでるみたいなんですよ。リラーさんって方がいるんですね。今回のキーマンみたいな感じなのかな。アラハギーロ地方の北デフェル荒野に、それはそれは立派なピラミッドがあるんじゃ。ピラミッド、ほう、この人は見たことが、いいえ。そうか、かのピラミッドは古代アラハギーロ王国王家のお墓でな、この王国が、長く繁栄した証なんじゃよ。学者によるとピラミッドの最深部に開かずの間が。なるほど、ピラミッドがあるんだね。カニがいるね。お客さん見ねえ顔だな。俺のカットがご消耗かい。悪いが当分の間予約でいっぱいだぜ。今なら半年待ちってとこが、ってとこかな。それでよければ予約を入れてやる。入れてほしいですね、ぜひね。まあ、ガラガラだけどね。うん、あー、なるほど、全然やってなかったここのごめんなさいね。じゃあ探索入れづらいな、すげえ複雑な構造というか。ピラミッドの黄金の秘宝って本を知ってるかい。ピラミッドに眠るという幻の秘宝を求める探求者の物語なんだぜ。まあ、冒険者にとっては夢あふれるような話だが、あくまでも作り事に過ぎないからな。いや、あるんじゃないかな。多分ピラミッド行くんだろうね。黄金の秘宝ね。沈黙を守るアラハギーロ王家の霊廟、薄暗い通路をか、通い慣れた足取りで進み、彼は秘宝の眠る棺の前にたどり着いた。棺を手にかけたその時、重々しい呪いの言葉が室内に響き渡る。秘宝の守護者たる亡者どもが襲いかかる。やれやれ、男はため息交じりに身の丈ほどもある砂漠の宝剣、太陽神の極東だって。へえ、亡者の玉を迎え撃つ。戦いの末手に入れたのは単なる金塊だった。やはり幻の秘宝は第六の霊廟にありか。はあ、金塊しかなかったんだね。金塊でもね、かなりいいアイテムでもあるんだけどね。ちょっとヘッドホンが痛いな。余裕持ってね。私の兄はお城の兵士だったんだけど、少し前に起きた戦争に向かったまま行方がわからなくなってしまった。生死がわからない人の帰りを待つってのはしんどいわね。なんだかもう疲れちゃった。もう戦争があったんですね。まあ前回の偽のアラハギーロの王国でも戦争がありましたよね。まあ多分登場人物とかもガラッと変わってはいるんだろうけど、どうなんだろうね。あの、セレドの街みたいに、死者の国なのかどうなのかってところもちょっと気になるしね。何も見つからない。お肉を美味しくする方法、安い肉でも調理方法次第で美味しくできます。まずは筋は必ず切っておくようにしましょう。筋が硬いお肉は美味しくなりませんので。知るか、なるほど。
なこと知ったこっちゃない。あ、ベルムド来た。いかなる凶悪な魔物でも受け入れ許す心がなければ真の魔物を使いにはなれない。魔物使いならば誰でも知っている教えだ。しかし凶悪な魔物と対峙したとき、この教えを守れる者がどれほどいるであろうか。誰でも自分の命が惜しい、それが当然だ。だがベルムドは違う。彼は全ての魔物と心が通じ合えることを信じきっている。命の危機など彼にとって二の次なのだ。その結果、彼のもとに多くの魔物が集まり、人々はベルムドのことを伝説の魔物使いと呼ぶようになったのだ。ベルムドさんはいるんだね、一応。お、これ強いんじゃない？待って、もうちょっとこれどうすっかや、言うて。これはいらんでしょう。ちょ、ここら辺の整理もしておかないとな。やったぜ。これね、もしかしたらできないんだ。装備できないと眉とかにはいけたりするのかな。あ、無理なんだ。誰だろう。アンルシアとか。あ、いける。弱いんだ。そっかそっか。じゃあいいかな。7どうでもいいと。戦争に粛清したまま帰ってこない夫を探しています。あの人はどこへ決めてしまったの。なんかちょっとつながりがあるような感じではございますね。ちょっと長いしちゃったな。ここの井戸は行ってみようか。あ、そうそう、多分マイク変えてドラクエ撮るの初めてなのかな。え、なに、ちょ、あー違うんだ。はいはい。おっと、慌てちゃなんねえ。俺は魔物には違いねえが、お前と戦う気なんかねえよ。なぜなら俺は、いや、俺たち RB は、笑いで、お笑い芸人さんなのかな、レド基地。そういうわけで、無知の人にも迷惑かけたりしねえから、俺たちのことはほっといてくれねえか。ブルタ、これドラクエ8でさ、いたよね、この二人。ポルトリンクじゃなくて、カジノがあるとこなんだよ。ちょ、ドラッグ8俺やり込んだのにな、覚えてーな。ちょ、待って、ポルトリンクじゃなくて、忘れちった悔しい。そう、龍骨の迷宮ね。そうそう、そこでさ、あの魔物がいたのよ。なんだったっけな、ちょっと忘れちゃったな。ドラクエ8な、リメイク版をね、3DS で、ね、もしできるのであればやりたいよなってところはあるんだけどね。フルツワモノのマスターベルムド、はい、魔物使い知ってます。魔物になった王様、何に向けたこと言ってんだ。マスターベルムドは伝説の魔物使いと歌われるほど有名なお方で、この国の格闘場の管理人もやってたんだ。どこにいるのかは今わかんないけど、俺はあの人の弟子になるためアラハギ色までやってきたんだ。マスターベルムドにはお会いして弟子入り。はあ、なるほどね。まあこの世界では魔物になってないってことだよね。ちょっと待ってね、これさ、フルツワモノいける、もしかして。いけんじゃん、フルツワモノ、フルツワモノ。ふう、これ頭あったら完璧だね。俺ちょっと頭探すか。今回ね、刃の鎧シリーズでこのアラハギ色いきます。まあどっかには眠ってそうだよな、この国の中に。よーし、じゃあ次の場所行きましょう。ここは教会になってますよと。じゃあ、そうだね、こっち側行こうか。さあ、梅酒を決めていく。待って、ここの武器ってさ、まあ変わってないと思うんだけど、ちょっと一回確認だけしておこうか。あ、違う、まあ変わって、なんだこれ、強
オーガシールドより強いじゃないですか。買っちゃおう買っちゃおう、アンルシアに。え、袋に入らない。魔人の金槌、粉砕のうなた、うわ、フォースブレードね。これ買えるの？マジで？うっそー。ちょっといろいろお買い物していいっすか。フォースブレード買いたいな。天使のレピは欲しい。天使のタクト、これ入れんかな。はい、ロトの盾は絶対いるよ。クラウンハット、これはいるんですね。オーガの、ま、ここら辺いるのかね。語り部いらない、はい、記述師もいらない、これもいらないんだな。はい、ちょっとヒューザに買っとくか。これさ、作りたかったんだけど作れなかったね。フォースブレード結構強いんだよねこれ。ヒューザ、天魔の体験もなかなか強かったんだけど、はい、で邪神の邪眼の盾、大盾っていうのかな。これ呪われてるとしないよな、さすがに。お、いけたいけた、えやん。じゃあ防具の方見ていくか。もしかしたらいい防具が打ってるかもしんないからね。ああね、聖騎士のね、ここら辺ラグアスに着させてあげてもいいかもしんないね、もしかしたら。え、眉上がんじゃん。あ、ここら辺買ってスパイクアーマーとかはいらない。これ聖騎士装備をさ、あれ、これさ持ってるんならラグアスにつけさせてあげてもいいのかも。あ、なんだ、そういうことか。あんたがつけてんのかい。じゃあそうだね、ラグアスに全部つけさせてあげようか。なんかちょっとかわいそうだしね。ここら辺で少し装備整えておくのもありだよね。ダストンね、使う瞬間があまりにもないというか。はい、聖騎士の鎧とした、はい、多分強いよねこれね。あとアクセサリー系がね、今作品どうなのかね。あー、ダストンつけさせてあげたい気持ちはあるけど、うん、まあいいか。ここの宝箱取れてないね、取りに行こうか。ごめんなさい、めっちゃ下ってるわ。久しぶりのドラクエだからさ、ついついねこういうお買い物シーンとか物色シーンは長くなっちゃいますよね。福引券、これは嬉しいね。メタル系の福引券とかこれからねやっていきたいっていうところもあるしね。さあ、お酒を決めていく。よし、こんにちは。あ、リラーさんね、この方か。アラーギロニ地方にある日よけのホラーなってところに幽霊が出るらしいの。何でもそこにある壺のあたりから不気味な声が聞こえるって噂だわ。それはいく、ちょっとフラグ立てましたね。このオアシスは砂漠に囲まれたアラハギ色王国の繁栄を支えてきたんだよ。滑らかで飲み水としてもいい水だよ。旅人さん、もし水が必要になったらいつでも言っておくれ。いくらでも汲んであげるから。いい人だね。モンスター格闘技場が上か。こっちから先行こうかな。格闘技場の管理人やってたやつが戦争に駆り出されて行方不明になっちまったって。そのせいで格闘技場がしまった。これさ、またあれと一緒なのかな。死の世界なのかな、やっぱり。ベルムドさんって、ちょっとマジで分かんなくなってきちゃった。そういうことなのかな、やっぱり。でもさ、最初の村はさ、そういうわけではなかったよね。なんかおとぎ話のお話だった気がするんだけど。
セレドはまあその子供たちが死んじゃってたんだよ、本当は死んじゃってたんだっていうお話だったけど、今回はでも戦争に駆り出されたっていうところまではあの偽の世界と同じ物語というか通ずるものがありますよね。さあ行きましょう。宝物庫入れないか。入れるんだ。マジ入れるんだ。こんにちは。この世のありとあらゆる鍵開けに挑んできた私にとってこの程度の宝物庫の鍵くらい楽勝よ。おや、あんた盗掘族の鍵を持っているんじゃない。隠そうとって私の迷惑を任せない。その鍵を持っているってことはな、会ったことあります。なんだって鍵師のネジロ、会ったことがあるって。一体どこでだい。はい、あのネジロが鍵師を引退したらって。信じられない。それがもし本当なら私はあいつを許さない。私とネジロは修行時代からのライバルでね。私が あいつが私に何のことわりなくて鍵師を辞めたなんて納得できない。おお、この開かずの小窓、へえ、いいよ。大盗賊の鍵ね。これはじゃあこのアラハギーロが終わってからクエストやりますか。その箱は私が持てる、私の持てる鍵師の技を尽くして不意の術を施した結果、もはや自分私自身でしたらですら開けられなくなった代物。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあまたメギストリス行かないといけないんですね。これから開けさせてもろて。イエローアイか、ちょっと渋いな。盗賊の花使えたらいいんだけどな。まあ偽の世界とかに行って宝箱を開ける作業とかも動画にしたら意外と面白いかもね。さあ出て行って、玉座の間、玉座に入ることできない。何すればストーリー進んでいくんだろうね。何もない。おい、ちょっと一個展開っていうかフラグ立てて終わりたいんだけどな。刃の鉢金、お、刃の鉢金ってこれか、もしかして。ちょっと待てよ。道具、装備袋、マスターベス捨てる、マスターベス捨てる、おしっこでいる、ここにいる。バトマスアーマーあんじゃん。ムディの靴いらない。よし、刃の鉢がね、ありがとう。いや、どうもどうも。僕はこのアラハギーロ王国で犯罪なんかを取り締まる担当しているんだ。警察みたいな感じかな。盗掘団のちょろちょろしててさ、捕まえたいんだけど、これがまた逃げ足が早くてうまくいかない。そんな方々がいるんですね。さ、なんかいいものないですか？何もない。まあなんかやっぱりちょっと偽の世界とつながってそうな雰囲気ありますよね。隣国のアラハギーロとしても祝福の意を表したいのですが、王様がご不在なので大臣のはお一人でお悩みまくっとると。了解了解。この方か、違うか、さすがに。ああ大臣だ、来た。祝いの品は何がいいだろうか。姫様にドレス、いや勇者様の中で世論するべきか、一向に決まらん。よく旅の者が外交問題に関する重要な検討をしているので申し訳ないが、一人にしてくれるのか。いやいやいや、勇者さんいるんすよ。特にここら辺はなんか本があるわけではないんだね。レシピとかなあったらいいんだけどね。そっか、じゃあ何かのクエストしないと
大臣からお話聞けないのかな。ここに置いといたチーズがねえな。どこに行ってしまったんだ。そういや前にもチーズがいつの間にかなくなったな。ネズミには食われちまってるのかな。トーポですか。トーポ、ネズミと言ったらトーポだよな。ドラクエと言ったらね、ドラクエのネズミと言ったらトーポよ。私、新しく兵士長に任命されたアブタルと言います。ただいま行方不明の、なるほど、ムーニソウを探す捜索隊の指揮という隊員を任されていますが、はあ、どれだけ探しても何の手がかりも見つからないんです。やっぱり僕なんか兵士長の器じゃないんだ。怪しいですね。まあでもさっき言ってたお墓、なんだっけ、なんかピラミッドとかそういうところはちょっと怪しいよな。だけどゴリュウ兵士長がいなくなって、あの頼りない人が兵士長って、アラハギール軍本当に大丈夫かよ。兵士長からの仕事を耐え抜いて、アラハギール史上最強の兵士になる、そう心に決めて入隊したっつうのにな。まあ心配になる気持ちもわからんことでもないけど。そう、玉座の間に行ってもいけないんですよね。そうだな。はい、というのも少し前にデフェル公園にあるピラミッドを狙って突然大魔王軍が、ほいほいほい、ピラミッドじゃあ行きますか。多分何かの手がかりがありそうだよな。隣ピラミッドだな、これ行くべきところは。アラハギーロ自体あんまり覚えてないんだけど。あ、こっち行けるんだ。あ、鍵かかってる。チッ、ほな行こうか。ピラミッド、多分ピラミッドに行けば何か情報はもらえるんじゃないかなと思ってるんで。あとこの子だね。そうそう、アラハギーロ地方にある日よけのホラー穴ね。オッケー、日よけのホラー穴、そこもちょっとチェックしていこうか。普通に仕事終わりだからさ、めちゃくちゃ眠いんだよね。すっげえ眠い。よし、行きましょう。まっすぐ行くついでに、まあ何箇所かルーラストーン解放しておくのもありだな。この真の日よけ、ちょっとここ行ってみようか。ん、ここか。幽霊の声が聞こえると噂があるんでらしいですが、何もないけど。ん、ず、水、水をたもれ、オアシスのモンスター獲得じゃん。はい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 、あー、これじゃん。オッケー、いいよ。なるほど、じゃあ最初これからいきますか。なんか言ってたもんね、オアシスの水いつでもあげるよっていうお話をされた気がするんで、じゃあまず最初にそれからやっちゃおうか。チェイサーの水飲みます。暑いね。よし、サクッと終わらせよ。サクッと、結構見づらいところに、樽が、樽っていうか、あったね、クエストっぽいのが。ここ、この人だね。はい。え、くれよ。え、くれないの？壺の辺り、ちょっと待って。ウケる。
そういうことか。クエスト俺受けすぎってことか。待てよ、クエスト。なんで俺食らっとんな。待てよ、クエストってさ、あった。はい。舞茸。これもちょっとまた今度にするか。このさ、クエスト上限もいるってちょっとうざいよな。もう。はい。オッケー。じゃあもう一回戻るか。なんだよ。まったく。時間の無駄じゃねえかよ。これちょっと不便だよな、ドラクエ10。クエストの受注の条件あるとか、バックの上限もあるとかさ。すげえやだ。はい。よーし。もう一回、クエスト受けますと。これだね。はい。OK、 受けましたと。さて、では早速取っていきましょう。ちょっと上の服脱いでいいですか。脱いだぜー。よーし、早速ね、クエスト受注できたんで水を渡しに行きますか。まあちょっと探索パートで今回終わっちゃうかもしんないね。でやっぱエジプトかどっかがモチーフにされてんのかね。じゃあ、はい、欲しいです。やったぜー。よし、じゃあ戻りましょう。なんか誰かが中にいんのかね、ちょっと気になるわな。っていうかアンルシア使えるようになりてえなー。いい感じに回復魔力とかもっとあれればいいんだけどね。よし、行きましょう。はい、持ってきたぜ、オアシスの水。ここから少しずつ明かされていくんだろうね。はい。この匂いはアラハギ色に漂うオアシスの香り。水、お主が持っているオアシスの水をこの壺の中に注ぐのじゃ。直ちに。はい。うひゃーい。お。これは紛れもなく我がアラハギ色のオアシスの水じゃ。おじいちゃんだったんだね。動けそうじゃ。若め王子、こんな声だったんだね。帰ったわい。もう少しで塩昆布になるところで砂漠で干からびかけてここに避難したんじゃが、水を求めて壺に入ってみたら、なんとこれまた空っぽでの。しかも一度入ったら今度は出れなくなってしまうたんじゃ。まったくこの体は不便じゃのう。そりゃそうと、見知らぬものよ。名は何と申す。突然の頼み聞いてくれて助かったぞよ。ご苦労じゃったの。これはレイじゃ。キヨさんたんね。はい。
で、あ、動けるようになったのなら、あ、この人王様なのかな。我が国にアラハギロ王国に帰らねば。この人か。アラハギーロということはまさかムーニス王様なのですか。ね、その顔は疑っておるな。マットデモン、これには深いわかんないわけが。と、そんなことを話してる暇はない。ずいぶん長く留守にした我がアラハギーロが心配じゃ。ではさらばじゃ、ミラノ州。この人が王様だったんだ。変わった王様だ。めちゃくちゃ魔物だけどね。本物か。はあ、あの性格、確かに昔お会いしたムーニス王っぽかったけど。あ、会ったことあるんだ。しかし、あの姿で国に戻っても大騒ぎになるだけなのでは。後を追ってみるです。あの姿、ちょっとビンビン来ちまいましたよ。なんで。さあ、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。特にね、進展とかはあんまりなかったんですが、まあ探索パートということでね。ではね、次回の動画でまたお会いしましょう。